昨日行われた W リーグファイナル第2戦を代々木第一体育館に見に行ってきました。まず会場について驚いたのはこの観客の人数。この日は W リーグファイナル史上最多の観客で応援数だったとのこと。このかっこいい演出、日本のバスケ来てます。2世3人生ともにオリンピックで活躍した選手を擁する両チームによる試合、激戦を終えて試合は終了。惜しくも負けてしまった富士通、涙も見えた町田瑠唯選手、チーム終了後は WNBA での挑戦に期待。今シーズン限りで引退を発表している日本代表でも活躍した三好南穂選手、プレーだけでなくコート外でのキャラクターもナイスな選手でした。引退前にリーグ2連覇、すごい。プレーはもちろん、見せるエンターテイナーとして改めて最高だった馬瓜エブリン選手、試合終了前にフライングでベンチからコートに飛び出てしまったシーンが最高でした。改めて最高だった、人生初の W リーグ観戦。